皆さんこんにちは、ケイズです。今回は北関東茶会という大きなね、車のオフ会に取材に行ってまいりました。その中でコペンのセロに乗っておられるボムさんに、取材をお願いいたしました。このボムさん、 DIY がすごい方で、もうエンジンルームもう自分の色にね染まってるようなすごい方でした。とってもすごく手が入った車でした。皆様お楽しみに。はい、皆さんこんにちは、ケイズです。今日はね、北関東茶会という大きなね、オープン系スポーツのオフ会に来させていただきました。そしてね、なんかここにね、かっこいいコペンがあるんですが、ここに、ね、今流行りのなんとか話題の GR スポーツってあります。あ、ちょっと違うぞ。よーく見ると、あれ CR スポーツでした。はい、ちょっとね、チャメッカがあるこのコペンでしたが、オーナー様に、ボムさん、オーナー様にお話を伺っていきたいと思います。はい、こんにちは。はい、こんにちは。どうもよろしくお願いします。ニックネームのご紹介と、この車がね、これはメーカーのどういう車か、そこからお願いします。はい、ボムと申します。ボムさんですね。で、はい、車はダイハツのコペン。ダイハツのコペン。LA400系のセロです。はい、セロですね。はい。はい、で、これは、一番安いノーマルグレードです。ノーマルからね、これね、安いって言いながらね、このね、なんか異常なまでのいじり具合、これちょっとね、ノーマルって言わしてますけど、なんか違うぞこの車。はい、ちょっとね、ご紹介をね、これたくさんあると思いますが、よろしくお願いします。はい、見た目はちょっと派手ですけど、今日は派手です。ちょっと頑張ったのが、はい、タイピング。タイピング、これ2つ。はいはい。と、あとプッシュン。プッシュンありますね。これ前に向けてちょっとね、意味深なこの、ね、このカーブもついて、かなり音が出そうですね。で、これだけは頑張りましたね。これすごいですよね。うん、はい、で、あとは、はい、あの缶スプレーで塗りました。あ、これ自作ペイントですか。そうです。あ、けどやる気があるんですね。これ元はこれプラスチックですよね。これノーマルのエアクリーナーボックスを、はい、ディープスポーツさんのエアフィルター入れたんですけど、はいはい、目立たないんで、はい、ディープスポーツさんの、はい、あのメーカーカラーの黄色で自分で塗りました。こういう、プラスチックってなかなか缶スプレー乗らないじゃないですか。ちゃんと下地で、サフェーサー拭いて、それからやったんですね。脱脂して、はいはい、サフェーサー拭いて、はいはい、で、黄色。なるほど。これも黄色、カーショップ行ったら、はい、ホンダ用の、はい、カーニバルイエロー、カーニバルイエロー、うん、はい、しかなかったんで、ホンダカラーです、これは。なるほど、なるほど。ホンダカラーになってるんですね。なぜか、ね、トヨタさんじゃなくて、ホンダカラーのイエロー。けどね、黄色って、下が透けて見えるから、綺麗に塗るの難しいんですけど、うん、これ綺麗にね、うん、ちょっとこのリムの中までね、発色が綺麗になってますね。はい、そしてね、このね、いろいろね、アーシングから始まって、これね、このダンパー、なんか意味深なダンパーがここにね、あのタワーバーついてるんですが、これは何か意味があるんでしょうか。これもちょっと頑張りましたね。はい、はい、はい。これはで、これ自作？いや、自作じゃないです。はい。頑張って買いました。あ、頑張って買いました。はい。これなんかここでこうショックを吸収してくれる。ダンパー機能があるんですか。そう。これすっごいな。確かにこれガチガチに固めると。この辺のね、バルクヘッドにクラックが入ったりしちゃって、今度硬すぎてロールがねしなくなったりして、ある程度こうボディのしなりが必要なんですけど、これである程度いくんですよね。これすごいところに目をつけてますね。いや、これ出てね、はい、出てなんかすごいなと思って、はい、ついすごいな、すごいものが、すごいものが欲しくなって。いやついすごいなというところでね。はい、ありました。はい、あ、僕ね、今気がついてました。こちらのステッカーはCR スポーツですが、そうですね、これは、はい、ちゃんと GR スポーツがついております。はい、決して嘘じゃありません、はい、CR スポーツね。はい、はい、最後にね、もう一つアピールポイントお願いします。アピールポイントは、はい、そうですね、ちょっとこれまあ締めた感じで、まあ、ノーマルっぽいんですけども、はい、あのヒゲをつけてちょっと可愛く。あ、なるほど、なるほど。中流版はね、こういう風にね、ちょっとこれね、正面から見ますよ。なんかね、ちょっとね、トトロに出そうなんですが、実際はね、これ横に流れるクズをここから剥がれて乱流をつけないように、清流でね、こういう風に
あの小さなボルテックスをつけるんですよね。これよく考えられてますよね。はい、今日はありがとうございました。はい、最後にね、もう一度お名前をお願いします。はい、ボムでした。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。ここからはケイズのまったりトークのコーナーです。このコーナーはケイズの薄っぺらな知識経験と、まあ、思いつきで話しております。ですので絶対の真ではないかもしれません。信じる信じないは皆様にお任せします。そしてね、今回はあのボムさんの、まあ、コペンの取材をさせていただきました。コペンのセロ君ですね。でね、やっぱりあのボムさんの名刺にはやっぱりこういう風にエンジンルームがね、こういう風に印刷されてされてるんですよね。で、やっぱりそういう意味でエンジンルームのこの Do It Why にやっぱり思い入れが強いんですよね。で、すごいタワーバーね、こういう風なアブソーバーが入ったものもありましたし、タワーバーもあのガチガチにやればいいっていうものではなくて、やっぱりある程度あのストラットの場合は車体がやっぱり歪みますので、確かにあの強度を持たす、上側で強度を持たすっていうのも必要なんですけど、今度強度を持たせすぎると今度車体がしならなくて曲がりにくいっていうのが出ちゃいましたし、そしてあのね、あのタワーバーのマウントのところにですね、クラックが入っちゃうっていうのもありますから、まあある程度の適度なしなり、まあそういうのがね大事で、まあそういう風なねバランスを考えられたパーツが入ってるっていうところがね、やっぱりすごいですよね。はい、でね、まあこういう風なたくさんの、まあ、Do It Why の、ね、あのこだわりが入った車をいろいろね見たり聞かせていただくっていうのも楽しいですよね。はい、このようにね、ケイズもね、いろいろな取材とかそういうのもさせていただきます。ご要望のある方、またね、お問い合わせをください。はい、この動画がね、少しでも良かったなと思う方、高評価と、チャンネル登録をしていただくと、次のケイズのコンテンツを作るパワーになります。皆様、チャンネル登録よろしくお願いします。